長坂登り大会は諏訪神社の境内にかけられた一番札を目指し、子どもたちが階段を駆け上がる子どもの日の恒例行事です。新型コロナウイルスの影響で去年は参加人数を半分に減らすなど規模を縮小しての開催でしたが、26回目となる今年は参加人数を500人に戻すなど5年ぶりに通常開催されることになりました。参加できるのは年少から小学6年生までの児童で、14日から諏訪神社で受付が始まります。申し込みは先着順で、定員に達し次第受付が締め切られるということです。